もしもピューチンがハーゴンと同じだと気がつくことができていたとしたならば、川幅を広げたんですけどね、川幅を広げるとね、もっとね、川幅広げたいなって思っちゃうんですね。もうちょい川幅をね、広げるとね、川だなと思うんですよね。でもここはね、ちょっとね、気をつけたいと思いますね。
まりね木材を使いたくないからね。あ、ここ会長ね貯水池だったんですよ昔はね。草原団子置きたいね。でもちょっとまだね拡張するかどうかね微妙なんですよね。削られたくないのでちょっと下に潜らせようかね。あ、でも下がねまたトイレだったりするかもしれないからやっぱりこの段は2段になっちゃうんだよ。なんでこんなにすぐそこに。じゃあちょっとねちょっとね、あ、でも今トイレタイムだからね。下のトイレとかも使ってくれてんのかな。使ってくれてる。あ、でも溜まってない。溜まってない。どこ行くんだろう。あ、トイレか。結構短時間で溜まりましたね。もしかしたら前からご飯食ってたからその分も回収できたのかもしれない。おー
やしが足りない。ああ、小やしが足りない。まあでも十分な量だと思いますね。もう夕方かよ。早すぎるよ夕方がよ。ここが外。もったいないことしようかな。
100ドルじゃない方がいいからね。自分たちの、ブーンって言ったね、今ね。あ、ここがね、プールになったわけですね。ここに行けば、プールになるんですよ。あとは加工を作ろう、加工。加工を作る。海にね、流れなきゃ、川は川じゃない。どうやって海につなげるのかが問題ですね。やっぱ暗渠になっちゃうね。ここは全面が畑になっておりますから。水たまりから海につなげたいんですよ。入り口を通すか、ここのところをこっちに流してから海に流すか。ただつけとかないと畑がね縮小しちゃうんです。ここつけとかないとね、この超大きい農園がね壊れちゃう。地下道があるんですよね。地下道があるんですよ。地下道があるのかよ。地下道をちょっと一段深くする必要性がある。間違えた。
流れ込まなきゃいいんですよ。そしたら、一応ね、泡がつながりましたね。ちょっとこのここがね、狭いんだけど、でもこここそね、水門をつけたいところですよね。場所柄ちょっとここさ、これ置いちゃって、あ、でも置いちゃうとここが変わっちゃうかな。私はどこに立ってたんだっけ？ここか。Thank you.
団子で草原になったところをね、耕してもらおうかなと思って。ちょっと一回寝るか。暗いね。なんかすぐ 夜になるよ、本当にもう。夢中になればすぐ夜だ。これが堤防になってますけど、堤防にはなってないんですけどね。ここら辺ちょっと掘っちゃうかね。花は拠点に置いときたいね。草がボーボーだね。Thank you.
はしごないのか。はしご1個だけある。まあ後でいいや、こんなところは。なんでここにドローを置くかというとね、ここにね、団子を置くからですね、ちょっと微妙なんですけどね。
応つながりましたね。海までつながりましたよ。まあちょっと人工的な川になりましたけど、まあ人工的な川しか作れませんからね。もっとね、地形に沿った流れがいいなと思ったんだけどね。そしたら今回はここまでにしようかな。から川が流れて町の中にちょっと入り込んで、町からこうそこら辺が流れていくという感じなんですね。まあそんなこんなでまた次回ということで。